皆さん、バンクシーゲームスへようこそ。今回もですね、ゾンビが徘徊する世界でサバイバル、サラウンデッド、前回からの続きだね、遊んでいきたいと思います。で、前回動画をねアップした後に撮影外でプレイの方をしてたんだよね。前回行こうと思っていて行かなかったこのエルウッドという町、やっぱりねそこそこ大きめな町だったんだけど、まあ大した物資ちょっとなかったんですけど、物資を漁ってはここのねウィルソンズショップに行って売るということをね何回か繰り返してたんだよね。でおかげで装備の方もこのねハンティングライフルをトレーダーから買ったのと、あとね弾が少し潤沢になったかな。で物資を売ってたんでお金の方も今2021、今までの中では一番金持ちになってます。で今日はねちょっとね拠点をね、新たな拠点を求めてこのマップの真ん中の方に行きたいなと思っていて、やっぱ真ん中に拠点を作ればいろんなとこにねアクセスしやすいと思うので、とりあえずこのねセーフゾーンの近くあたり、セーフゾーンっていうのもちょっと気になるし行ってみたいなと思うんですよね。とりあえず動いていこうか。でねこれね、なんで拠点ね探そうかなと思ったかというと、これこのね漁れる棚、これが毎回毎回物資がなぜかね全部取ってもすぐ湧くんですけど、ただねその湧くだけだったらいいんだけど、ここにしまい込んでた私の物資、今まで取ってきたやつ、スクラップメタルとか GPS とか、この辺ね全部リセットされてねなくなっちゃうんだよね。だからもともと既存であるこういう漁れる棚に自分の物資をしまっとくのはやばいんだよね、っていうか無理なんだよね。ということで、まあこういう風に自分で置いたクローゼットとかこういったものでね、あとこのキャンプ、こういったものに物資を置いておかないと次ねまたゲーム始めた時に全部なくなっちゃってるんで、それをねいっぱい置けるようなところをちょっと探しに行きたいかなと思っております。とりあえずはこのまま荷物は置いて車で移動していくか。一応ね目標はここになんか建物があるんで、この辺り行ってみようか。ただこれが気になるね、インフェステーションってこれなんだろうな。とりあえず今いるのがここなんで、まあ車でねこうこんな感じか、ちょっと行ってこの辺目指してみましょうか。じゃあ早速やっていこう。あれ車燃えてんじゃない？あ、これも乗れるやつかな。そうだね、乗れるやつだけどこれはいいや。ガソリンスタンドあるっぽい。よいしょ、ちょっと漁っていこうか。よいしょ、よし、よいしょ、よいしょ。だいぶね近接の戦いが慣れてきましたね。あ、9ミリ弾嬉しい。あ、来た来た来た。よいしょ、よし、5×5、6×8、あ、全然入らんなこれな。じゃあ漁っていこう。まずは、あ、ここは漁れないんだ。来た？なぜかいるんだよねこのスキューバやる人が、なぜかいるこの陸地に。ここは漁れる。あー、ガス缶だ、ありがたいねこれは。やっぱガソリンスタンド行かないと燃料は見つからなそうだな。これ飲みましょう。よし。で、これはバンテージ。そのままいただく。マスク。まあ、最悪ね。これなんだ？あ、缶か。最悪は捨てちゃおうね。持てなかったら。あ、水ある。ちょっと持ってこう。ミルクカートン。喉の渇き15。あ、コーン缶。よし、食い物は嬉しいな。 あ、またライト来たわ。で、この床置きライトにスープ缶。よし、
じゃあ移動しよう。マップで言うと今ここね。これがちょっと気になるけど、行ってみないとわからないね、ちょっとね。いや、こっちの方はね、あ、なんか、やばい、何これ。めっちゃ攻撃受けてるぞ。よいしょ。いやー、よいしょ。強い、ちょっと強かった。 5×5 いらない。どっかにバンディットいない？銃で撃たれたからいるはず。俺向けて撃ってないか？俺に向けて撃ってるわけじゃないかもしんない。こっちに飛んできてる気配がしない。よいしょ。もしかしたらゾンビと交戦してるかもしんない。あ、教会みたいなところがある。弾、あ、スクラップメタル、これは欲しい。で、壊れたラジオにサングラス。ちょっと行ってみようか、このまま。よいしょ。クロス。これでラグを作っておきます。よし。あれ、もう撃ってこないな。あ、水だ、ありがたい。あ、来た、弾来た。ゾンビにやられるってことあるかな。あれ、どっか行っちゃったかな。くそ。よいしょ。よし。よっしゃ。食い物がここに来ていっぱい手に入ってる。防腐剤はいる。あ、弾がすごい手に入ってんな。ちょっと車持ってくるわ。もう大丈夫そう。よいしょ。よし、ちょっと漁っていこうか。で、これね、俺ね、ついさっきじゃないけど、つい最近知ったんだけど、ここインベントリあるんだよね。そうで、ここにね、ちょっと入れられないもの全部入れてたんだけど、まさかのインベントリがあることに気づかず、こういうの入れておこう。よし、じゃあちょっと見ていこうか。あ、もうひょっとして時間的に、あー、もう18時か。ライトつけて。あ、でももう屋根もないし、壊されちゃってんだ。来た、ポータブルライト来ました。これ持って帰ろう。スクラップメタルにウッドプランク、この辺はいいか、置いていこうか。ここにもなんかありそう。ワークブーツ、ワークブーツにしとこうかな。で、あとはいいか。よし。あ、フィッシングロッド、ここに入るか。よし、入った。この辺もいらねえな、とりあえずは。よいしょ、これこっちでな。あ、ヘリコプターな。ちょっと待って、ヘリコプター去ってきます。よいしょ。よし、
ちょっとせっかくだからサプレッサーついてるんでピストル使ってこうか。弾結構あるんだよね今。大丈夫？よいしょ。よっしゃ。アルコール。ない。あ、帽子一個か。ここは一軒家か。キャビネットあれば持ってきたいな。ここそあさろう。ちょっと暗いな。うわっ、ここいいじゃん。まさに住んでくださいと言わんばかりの物件じゃないこれ。嘘でしょ。たまる。釘も持っていきましょう。なんか建築っていうか、なんか作るのに確か使ったような気がする。テント発見。よし、テント発見。これはいいぞ。ウッドプランク、釘。ここ住んでくださいと言わんばかりの感じになってんな。ここいいよね。ちょっと待って、場所で言うと、あ、でも悪くないな、悪くないな、場所的に。そっか、ちょっと隣も見てみよう。来た。よいしょ。よし。うわー、いっぱい来た。こういう時は下がりながら、下がりながら撃つべし。ナイフ。いやー、ちょっと売り行きたいな。売り行こうか。ちょっと待って、ショップってこの辺どこが一番近い？ショップ、ショップないかな。ボブのトレーダーと、ここジョーのトレーダーか。ジョーのトレーダー行けそうだな。行っちゃおうかな。いやー、だいぶ車もねダメージ受けてきちゃったんで、後でどっかでリペアした方が良さそう。これを、まあ池なんだかちょっと何なのか分かんないですけど、これ沿いにまっすぐ行けばセーフゾーンに着くので、どんな感じのものなのかセーフゾーンがちょっと見てみたいな。でもし良さそうな場所だったら今んとこ家にしてもいいよな。ベストな場所だと思うわ。あそこモールみたいなのも近いしね。どうなってるこれ。セーフゾーンっていうぐらいだから、あ、ここだ、ここですね。あ、オッケーオッケー。ストップストップ。よし。ちょっとね、まだ時間何時だろう。5時か。もう少しでね、明るくなってくると思うんですけど、ちょっと見づらいですけど、これ何？あれ？人が死んでる。大丈夫か、ここ。一応セーフゾーンってことだから。ロングダウンセーフゾーン。うわー、人がいっぱいいるじゃん。焚き火もついて、これトレーダーじゃない？そうだ、トレーダーだ。ただこれ買えないんだよな。あ、売ることはできるんだな。そういえば、そういえば売ろう。よしよし、売ることはできるんだった。いらないもの売ってきます。釘は売れないな。あ、でもこんなものか。売れんの。やべ、腹の減りが、腹がめっちゃ減ってる。よし、オッケー。ちょっと持ってこようか、車から。
ちょっと、あ、間違えた。ちょっとね、暗いんですよね。ごめんなさいね、ちょっと。で、売れるもの全部売ってきます。うん、こんなもんだね。ちょっと売っていこう。あれ、ここにもいるな。この人は違うか。サバイバーだね。あ、セーフゾーンすごいね。みんなの憩いの場になってんじゃん。よし、売りましょう。まあそんなね、大したお金にはなんないと思うけど、この辺売っても。これはライトは取っときてえな。うん、こんなもんだね。2474。この辺がね、ちょっと買えないのが残念だけど、買えないよね。買えないもんね。よし。で、あとは？あ、この人もトレードできる人だ。クレジット。あ、これがそうなんだ。2万5000だって。このクレジットがもしかしたら、さっきのトレーダーに使えるやつなのかな。ST1。ちょっとわかんない。ただどっちにしても2万5000はないから買えないわ。あ、これも？これ違うか。この人も違う。あ、ちょっと待って、なんかあるお店が。トレード。あー、ウェポンだ。ACR5.56 マガジン。モーシン・ナーゲ、ナーガント？ハンターズ・スコープ。あ、これ俺のに使えるんじゃない？これ。ハンティング・ライフル。これ買おうか。買います。よし。あ、12ゲージシェル来た。12ゲージシェル買いましょう。いくら使った今。あ、半分ぐらいお金なくなっちゃった。7.62 マガジン。オッケー。この人は？ 5×6 のバッグに、この人は普通か。この人は普通のトレーダーですね。で、この人は？あ、バッグ系か。ただ今俺が持ってるバッグが 6×8 って結構持てるので。あ、アモコンテナ。これ欲しい。これ買おう。これ買っとけば、よし。全部ここに入れられるでしょう。ああ、よし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 。これはいいぞ。いいもん手に入れた。ここ置いとこうか。うん。あ、セーフゾーンいいな。で、料理もできるけど今作れないから。で、この家は？バウンティーズ。あ！もしかしたら、ここにクエストが乗るのかもしんないね。将来的に。バウンティーズ。ワンちゃんいる。え？ペットにできる？ペットにはできないか。ペットドッグになってんな。別についてきてくれるわけではないか。で、この中は？あ、眠れるじゃん。持って帰れはしないんだ。眠ることもできるんだ。よっしゃー。あー、いいですね。あ、そっか、さっきのハンティングライフルにサイトついた。ついたぞ。あー、いいじゃん。あー、いいね。これはいいわ。よし、じゃあさっきの自分のお家に戻りましょう。よっしゃ、戻ってきた。さてさてさて、雨がすごいんですけど、とりあえず、よいしょ。あれ、どこだっけ。あ、これだ、これ、テント。これをこっち持ってきて、椅子も一応置いてみる。
でテント置きましょう。はい、あーいいね。でここに一応物を置けるでしょ。でこれも置いてみよう、椅子。はい、これ別に特に座れないけどね、一応インテリアとして置いとこう。でこれだよな、これってどういう使い方なんだろう。はい、この辺に置いとこう。で隣の部屋も見てこうか。さっき取れなかったんだよな。全部取ったっけ。ゾンビいる。ゾンビじゃねえ、クマだ。ちょっと待って、俺のショットガン試してみるか。あ、ちょっと待ってよ、危ねえ危ねえ。弾はこっから出さなきゃダメなのかな。ちょっと待ってくれ。あーそうだね、あそこのコンテナ入れといたんじゃダメなんだ。オッケー。おお、2発3発音もいいわ。でお肉持っていこう。さっきのあのあそこで調理できたからな、調理していくか。よし、ここにも椅子あるわ。うん、 GPS もらってっか。でベッドだね、これを持っていこう。でキーカードコンテナ 2×2 が2個、あこれ一緒か。はい、 OK。 わーっとびっくりした、やば。あーびっくりした、あぶね、いたんだ。あーショットガン強えなやっぱな。でベッドを置いて眠ることができるかどうかやってみようかな。ベッドどっか置きたいな、この辺置くか。はい、あ眠れるわ、眠れる。じゃあここをスポーンポイントにします。よっしゃー。でマップで言うと今ここだね。でここにセーフゾーンがあって、この先にもなんかありそうだけどな。まあいや、一旦ね、今回この辺で終了しようかなと思います。新たな我が家ですね、ここが。新たな我が家。ここにね、あのクローゼットとか、あの辺のものを全部持ってきましょう。まあいや、その辺はね、ちょっともしかしたら撮影外でやっとくかもしれないんですけども、今回はね、一旦この辺で終了したいと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね。ぜひ見に来てください。それでは。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.